株式会社朝鮮銀行は1911年に設立された日本の特殊銀行の一つである。略称は千銀または長銀。1876年10月に富山行が開港されると、日本の第一銀行は1878年6月に富山支店を設けた。1880年5月、第一銀行は金の買い付けのために、 先の集産地である元山に出張所を設け、1882年11月、開館税取扱いのために、新川出張所を設けた。この頃、法人商人の間では、不便な常平通報に代わり、第一銀行発行の感染手形が多く、流通していた。便利な感染手形による開館税の支払いを実現するため、1884年2月、 第一銀行不算支店主任の大橋藩七郎は、朝鮮総税務士、パウル・ゲオルク・フォン・メレンドルフと、海関税取扱条約を締結した。1902年日広大韓帝国で、第一銀行権を発行して、それを、韓国の公用紙幣として流通させる権利を得て、事実上の中央銀行となった。第一次日韓協約により、目方太郎が、韓国の財務顧問に就くと、 民間銀行に過ぎない第一銀行が外国の中央銀行業務を行っていることを問題視して韓国当館伊藤博文に相談。桂太郎ら日韓併合に積極的な山県末第一銀行を経営する渋沢栄一と伊藤との調整の結果、併合直前の1909年に大韓帝国政府、日本皇室、韓国皇室及び個人から資本金により、 設立された韓国銀行条例に基づく中央銀行、韓国銀行が設立されて第一銀行から中央銀行業務を移管した。その韓国銀行は併合後の1911年には朝鮮銀行法に基づく特殊銀行として朝鮮銀行と解消された。なお、日韓併合時に 日本銀行権を朝鮮にも流通させようという意見が有力であったが、言動で財政通りとして知られていた松方正義が西南戦争の際に俯瞰紙幣を増発して軍事費をまかなったため紙幣が暴落した苦い経験から朝鮮経済の不安定さがそのまま内地に影響するのはまずいとの見解を示したため内地との間の障壁として 朝鮮銀行券を発行することになったという。朝鮮銀行は、日本政府から保護を受けて、朝鮮銀行券を発行して、金貨、銀貨、日本銀行券との打貫が保障されていた。民間の普通銀行と同じような融資、手形割引などの業務も行い、朝鮮総督府に対する資金の貸し付けもいった。だが、密かに日本国内企業への貸し付けもいて、朝鮮における、 産業育成という設立当初の目的から逸脱した行動をするようになり、第一次世界大戦終結後に長く続いた不況で、融資の焦げ付きが明るみに出た。これに激怒した日本政府は1924年に監督権を朝鮮総督から大倉大臣に移して、日本銀行からの緊急融資を受けて事態を乗り切った。一方、 日本軍と共に占領地へ進出したため朝鮮、以外に内地及び満州、中国北部及びシベリアに支店等を持った。後に満州に関しては満州国と接班で満州工業銀行を設置して業務を上途している。1938年には河北を中心に中国連合準備銀行が創設され、相互に預金を持ち合うことで大量に軍事用の通貨を発行し、 満州の軍閥の発行した通貨の整理を図った。だが、選挙区の拡大とともに戦火を直接受けなかった、朝鮮半島では、景気が上向いて、朝鮮銀行の経営状態も改善されて1943年に不良再建を一掃した。現在は、韓国銀行家幣金融博物館となっている、ソウルの旧朝鮮銀行本館、辰野金吾、中村あ助平設計、 ソウル特別品各南大門路、日本の敗戦後、1945年9月末をもって最後の日本人総裁、田中哲三郎は解任され、後任にはアメリカ合衆国軍西部のローランドスミス、海軍少佐が就任して、米軍の管理下に置かれたが、1950年に韓国銀行が創設されるまでの期間、38度線以南の地域で中央銀行を及び、 商業銀行としての業務を継続し、円紙幣を発行した。詳細は、大韓民国ウォン9ウォンを参照この間の1947年、朝鮮銀行は台湾銀行など他の植民地中央銀行とともに閉鎖期間に指定され、日本法的には解散状態となった。朝鮮にあった資産は、米ソ両軍政府が接収し、接収解除後に大倉大臣が、 生産人を選任し、朝鮮銀行法により生産を行うこととなっていた。後に、その一部は、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の中央銀行である、韓国銀行、朝鮮中央銀行に払い下げされた。また、日本国内の在余資産により設立された銀行が、日本武道産銀行である。詳細は、日本債券信用銀行旧朝鮮銀行の、 国内残余資産で設立及び閉鎖期間概要を参照米間の軍政委譲協定により朝鮮銀行が韓国政府に委譲され1950年6月5日に朝鮮銀行の資産負債を継承した韓国銀行が発足して韓国銀行券発行の準備にかかったが直後の6月25日に朝鮮人民軍が 戦線布告なしに南進し朝鮮戦争が勃発した。韓国銀行では本店地下金庫の金塊と銀塊及び総裁ら幹部職員は脱出させたが6月28日にはソウル特別市が陥落し韓国銀行券発行までの経過措置として発行、保管していた多額の朝鮮銀行券と印刷原版が北朝鮮に奪われた。北朝鮮は脱出した朝鮮銀行券のほか 原版で不法発行した銀行券を乱発し物資調達と経済格乱工作を進めた。これに対抗するため、韓国側は一刻も早く韓国銀行券を発行して朝鮮銀行券の通用を禁止する必要に迫られたが、戦乱下の韓国では新券発行が不可能だったため、 GHQ の命令で日本の大蔵省印刷局が1950年7月から1951年3月末にかけて韓国銀行券8億4200万枚を製造、納入した北朝鮮による朝鮮銀行券の不法発行は全流通学の3%程度と推測されるが、新川上陸作戦で新川 ソウルが奪還されると同行していた韓国銀行先発隊が日本で製造された韓国銀行券と朝鮮銀行券の通貨交換を進めて朝鮮銀行券の流通を禁止し北朝鮮の経済格乱工作による被害を最小限に食い止めたソウル海戦ソウル市街戦と観光とか撤退及び新川上陸作戦上陸後も 参照1957年2月11日付で当社の株式の店頭売買が廃止となった。同年3月18日付で生産結量し、7月には大倉大臣の承認を得て法人格が完全に消滅した。なお、戦後に在日朝鮮人によって設立された朝銀信用組合、在日韓国人によって設立された商銀信用組合との関係性はない。 日本語で、県面の金額は在韓国各支店において、日本通貨と引き換えかさる騒動なり、朝鮮語で、この県面金額、在韓国各支店日本通貨打艦の、記載あり、図案はいずれも、渋沢栄一、日、朝両語で、県面の金額は在韓国各支店において、日本通貨と引き換えかさる騒動なりの、記載あり、図案は10円券、5円券、1円券が、 渋沢栄一、五十千件、二十千件、十千件が、法王と竜、五十千件、二十千件、十千件は、1912年3月31日、限りで、通用禁止、百円件、五十円件の発行も計画されたが、実現しなかった。大韓国金庫株式会社第一銀行との記載があり、急速に普及した。 三武竹9年1月大韓国政府の公認によりて、公私巨来に無制限で通用す、明治38年直霊第73号により発行するものなり、県面の金額は在韓国各支店におて、日本通貨と引き換えかさる総労なりの記載あり、図案は10円券が、昭徳宮中央楼、5円券が慶福宮高家、門、1円券が、水原花城下二次門。 朝鮮語で、竜広三年七月法律第二十二号、韓国銀行条例を順方して発行す。この件とは以外で金貨あるいは日本銀行、打貫券にて金円をデキュスの記載あり、図案は、第一銀行の改造券の各券主と同じ、朝鮮銀行十円紙幣日本語で、明治四十四年三月法律第四十八号朝鮮銀行法を順方して発行するものなり、 この剣引き換えに金貨または、日本銀行打艦へに相渡しかさる僧侶なり、の、記載あり。樹老人の肖像は、朝鮮の政治家、思想家である、金飲食をモデルとしたものと言われている、図案はすべて樹老人。日本語で、この剣引き換えに、日本銀行権へ園相渡しかさる僧侶なりの、記載あり。図案はすべて樹老人。図案はすべて樹老人。図案はすべて樹老人。図案は 千円券の発行も予定されたが、中止された。また、台湾銀行と同様に、日本銀行券の高千円券に、朝鮮銀行券とカズリした千円券の発行も、予定されたが、中止された。市原盛弘氏、1909年10月29日から1915年10月5日。勝田和江、1915年12月14日から1916年10月9日。 三ノ俊春吉、1916年11月2日から1924年2月1日、野中清九1924年2月1日から1925年7月17日、鈴木島吉、1925年7月17日から1927年12月8日、加藤慶三郎。 1927年12月8日から1937年12月7日、松原淳一、1937年12月8日から1942年12月8日、田中哲三郎、1942年12月8日から1945年2月30日閉鎖、第38回国会参議院大倉、委員会閉会後、 二交渉は36年8月31日テキスト表示国会会議録検索システムハット ABC 第1近郊50年少子 p 7 3から74発生地4月1926年8月5日 AB 最新韓国事情1名韓国経済指針 p 3 4 7岡洋一1903年10月多大規制 朝鮮銀行 RN 通貨券の工房 P71 から73コニスト2012.83閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ www.kones.com スラッシュコンテンツスラッシュスポットミセディテール html 緯度イコール1963ソルナビ2012.83二二閲覧 http://www.seoulnavi.com スラッシュ miru スラッシュ23スラッシュタ待機制、朝鮮銀行ある円通貨券の攻防 P246 から257、25株価20年昭和33年版東洋経済、新報社、1958年3月13日、ありがとうございます。